では次下の方ですね。戦略的なエンジニア、エンジニア下の人たちは目標を追求するために使用される機器の形状と機能を構築し、調査的なレーショナル、この合理主義者ですね、探究的な合理主義者の領域ですと。彼らはオプションを開いたままにしてアイデアがどこに導くかを追求することを好む傾向がありますと。操作方法と手順、手段を決定することに集中しているため、エンジニアは通常指示的な性格ではなく情報提供を積極的に行いますと。つまり彼らはエンジニアリングを行っていることに関する情報とレポートを提供することには熱心ですが、他の人に何をすべきかを伝えることにはあまり熱心ではありませんと。あ、こっちの人が何をするかじゃなくて、こんな新しい武器できたんだけどじゃないですか。なるほど、はい、こっちをより改善すること、はい、めちゃめちゃ面白いです、はい、がありますよと。ということでまずインベイター、 ENTP ですね、発明家はモデルの設計よりもプロトタイプの考案にスキルを発展させますと。これらは外交的なエンジニアにとって機能性が目標ですと。例えば分割位相伝導器、巨大コイル、交流電流、ラジオなど、はい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 、はいはいはい、なんですか、まあ、テクノロジー技術の話ですよね、はい、および無数の他の巧妙な装置の才能ある発明家であるニコラ・テスラの場合です、はい、発明家は彼らのプロトタイプが単なる市場紙の上で理にかなっているだけでなく、実際の世界で動作することを確認しなければならず、さもなければ結果に直面しますと。1994年の初頭に完成したコロラド州デンバーの国際空港を考えてごらんと。間違いなく空港の設計は十分に調整されていたかもしれませんが、自動化された手荷物輸送地の考案が不備で空港の開業が1年遅れたと。それを設計した人物は明らかにその複雑さに対するスキルが不足していたようですと。でもまあとりあえず出しちゃったんですかね、画期的なものを、はいはい、でもとにかくもうでも出さんとわからんやろうと。出さんとわからんやろうなのかわからないですけど、はいはい、出したいんじゃないですか。これが本当にうまく動くのかどうかを試したい。はいはいはい、はい、で、建築家アーティクテクト、アーキテクト、INTP ですね。建築家は構造的な計画、モデル、設計図を作成しますと。これらの控えめなエンジニアたちはしばしば自分のデスク、作図台、コンピューターで単独で作業し、彼らの設計の一貫性が重要であり、その構成の優雅さが重要ですと。それが建物、実験カリキュラム、または戦争兵器の計画であるかに関係なくそうだと。例えばハバード・ヒューズは1930年代後半に素晴らしく多目的な戦闘機を設計した。彼はその設計をアメリカ合衆国に提供し、その後イギリスや他のヨーロッパの国々にも提供したが、すべて断られたと。しかし日本はその計画を導入し、それが太平洋戦線で使用された時素晴らしいゼロとして現れ、連合軍の戦闘機であるカーチス40、ブロスターバッファローおよびグラマンワイルドキャットはゼロには対抗できませんでしたと。はい、なるほど、 INTP がゼロ戦の元なんですね。はい、なるほど。そしてヒューズのレーサーや、さらには彼の巨大な水上飛行機であるもののものなど、いろんな設計が作られていったと。で NT の、はいはい、この全ての合理主義者はこの今挙げた4つの機能をうまく使いこなすが、 ENTJ と INTP が共造関係、はい、INTJ と ENTP が
共造関係、はい、でも他のタイプに比べるとこれらの能力は非常に高い、はい、高い、うん、高く使えますっていう話ですね、うんうん、っていう、はい、このシステムを考えた、はい、カーシー博士ご自身が、はい、INTP であると、はいはいはい、設計ですねはい設計ですねアーキテクト、はいはい、というところで肩書きがかっこいいっていう感想もね僕っぽいんですよねはい、はいうんま、いいそうマスターマインドですよ、はい、マスターマインドかっこいいじゃないですか、はいはい、マーシャルフィールドマーシャルですよ、はい、いいチャンピオンちょっとバカっぽいですよねわかんないですよねチャンピオンですよでもちょっとバカっぽいじゃないですかわかんないですで自分でチャンピオンで言ってるんですよはいバカですよね自分で言うとねはい、はい、いやーカーシーいいですねはいというところではい引き続きこのカーシー博士を、読み進めつつはい、はい、カーシーチャンネルとしてはいの基盤を高めていき、はい、お金儲けに使えるとポジションをポジションを得られればと思っています、はいはい、というところでありがとうございましたありがとうございましたごきげんよう